はい、どうも、ヒアレスです。どうも、カイノリスです。今日なんですけども、酒井と、カウズと、ナイキブレザーローなんですけども、はい、こちらが続報出てきてるんですよね。そうなんですよね。はい。で、その他、リーグ情報が。あ、そうですね。今後発売されるナイキダンクローであったりとか、はい、ナイキ S3 ダンクハイであったりとか、はい、あと、トラビス・スコットと、エア・ジョーダン・ワン・ローの、うん、まあ、続報といいますか、はい。はい。あと、ピース・マイナス・ワンのナイキのコラボの続報と、はい、最後にファッションの話なんですけど、はい。はい、このチャンネルでは、スニーカー、ファッションに関するリーグ情報や、最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録のお済みでない方は、この機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、我々ツイッターとインスタグラムの方をやっておりますので、概要欄の方にリンクの方がありますので、気になる方はフォローの方よろしくお願いいたします。ぜひお願いします。はい。はい。今日なんで長袖なんですか？これね、この後紹介したいね、はい、まあ、BDU ジャケットといいますか、はい、これ軍物のデッドストックで買ったジャケットなんですけど、はいはい、これ結構良かったんで、ちょっと紹介したいなと思いまして。うん、なるほど。はい。はい、早速なんですけども、はい、先ほどね、お伝えしたように、酒井とカウズとナイキブレザーローのコラボ、続報が。そうなんですよね。はい、今日ね、リークアカウントサイトで、よく当たる韓国のリークアカウントサイトがですね、はい、午前中に11月27日の土曜日に発売って書いてたんですよね。うん、あ、そうなんですか、ね、はい。で、こういった島、これ持ってる方の投稿の写真を使ってまして、はい、まあ、公式で出てきてるね、ビジュアルは使ってるわけじゃないんですけど、はい、このネプチューンブルーっていうカラーと、はい、チームレッドっていうこの、まあ、最初に出てきたね、この2色なんですけど、はい、これが11月27日の土曜日に、グローバルリリースでできました。あ、そうなんですね。はい。で、これ以外にも、リークアカウントサイトの方が11月27日って言ってたのと、はい、あと以前から、海外のスニーカー系サイトでスニーカーニュースってあるんですけど、はい、そちらの方もね、11月頃じゃないかって言ってたので、はい、おそらく11月の27日の発売、これ間違いないと思うんですけど、なるほど。よくここの、リークアカウントサイトは当ててるんで、うんはい。なんで、グローバルリリースということで、まあ、ここにアジアのリリースも含まれてると思うので、はい、おそらく11月27日に、酒井ブレザーローとカウズのコラボが発売されるんじゃないかと思うんですけど、9月頃に発売されるんじゃないかって言われてたんですけど、はい、結構ずれてしまいまして、そうですよね、カラー的にちょっと夏っぽいかなって思うんですけど、そうですね。はい。まあ、チームレッドのカラーの方がちょっと僕今欲しいかなっていう感じがしますね。かっこいいですよね。はい。まあ、またこの辺続報が分かれば。はい。はい、で続いてなんですけども、ナイキダンクローの、ブロンズエクリプスですか？そうですね。こちらの方が、アメリカのスニーカーズの方で、11月24日の発売で来てたんですけど、そうですね。はい。で、その前にね、海外のスニーカー系サイトで、ナイキの公式写真が結構出てきてたので、はい、で、まあ、それプラス先ほど言った US のスニーカーズの方で11月24日に発売来てるので、うん、おそらく日本の方でも発売来るんじゃないかと思うんですけど、はい、ただこれウィメンなんですよね、これね。あ、そうなんですか。はい。で、2002年に発売されたメサっていうナイキダンクローがあるんですけど、うん、それとカラーブロッキングといいますと、使われてるカラーがね、うん、一緒で、まあ配置がちょっと違うんですけど、それを彷彿させるような、うん、まあカラーウェイといいますか、はい。まあ配置は違うんですけど、そうですね。はい。で、同じくナイキダンクローも、これ、ね、ウィメンズになるんですね。あ、そうですね。ホワイトグリーンなんですけど、はい、11月13日ですね、アマワニエールと、が降臨の方で発売の情報が来てまして、はい、これアメリカのスニーカーズの方とか見てたんですけど、はい、まだ来てなくて、降臨の発売の情報が来てまして、今見てもらってる写真っていうのは、はい、その氷のね、使われてる写真をそのまま使ってるんですけど、はい、こちらが11月13日ということで発売来てまして、はい、おそらく日本でも発売がね、近いうちにあると思うんですけど、ね、うん、なるほどな。はい。まあまあ、でもね、ウィメンズそうなんですよね。これちょっと諦めないといけないのかなという感じですね。はい、で、続いても、ダンクになるんですけども、オスキとナイキ SB ダンクハイ、シャークですね。あ、そうですね。以前ですね、2019年にちょっと見てもらいたいんですけど、スウェーデンのプロスケーターの、オスカー・ハウゼンバーグとのコラボで、うん、ブラックの、タンブレザーの使われるナイキ SB ダンクハイで、シャークっていうのを一回紹介させてもらいました。発売してるんですけど、はいはい、これのカラー違いでホワイトができるんですよね。あ、そういうことなんですね。はい。で、これが、今年の暮れに発売されるんじゃないかっていう情報が出てたんですけど、まあ、こういった世の中なんで、まあ2022年っていうふうにね、一応発売の情報が来てたんですけど、うんうんうん、はい。これかっこいい一足ですけどね。まあ、うまいことね、スウッシュの部分をシャレにしてますよね。はい、あ、そうなんですよね。はい。で、シューターの部分に赤色で、オスキって書いてるんですけど、まあ、こちらの方が、今後発売されるということで、うん、持ってる方も投稿がありました。なるほど。はい。はい。で、続いてなんですけども、エアジョーダン1ローと、トラビス・スコットのコラボで。あ、そうですね。はい。はい、リバースモカの情報ですか？はい。はい、来年の初頭に発売されるモデルで、うん、2色発売されると話してたんですけど。そうですよね。はい。で、以前ね、モック画像で2つ紹介させてもらったんですけど、うん、その中ですね、うん、スーシュがブラックのリバースモカのモデルで、トラビス・スコットであったりとか、トラビス・スコットのファミリーが入ってたモデルが出てきてたんですけど、はい、これが発売されるんじゃないかっていう情報が出てきたんですけど、うん、どうも違うみたいで、あ、そうなんですか、はい。以前ですね、11月になったら、うん、
何か情報が分かるって言ってた、リーグアカウントサイトなんて覚えてますかね。ありましたね。はい。その方が、どうも届いたみたいで、あ、そうなんですか。はい、見せてるんですけど、で、それがどうもね、来年発売される一章の一つらしいんですけど、うん、これみたいですね。最初に、トラビス・スコット娘さんが履いてた、ストーミーちゃんが履いてた、スウッシュがホワイトになってるタイプがあるんですけど、はい、これがどうも発売されるみたいですね。あ、そうなんですね。で、これ持ってる方の投稿が、この方以外にめちゃくちゃ出てきてまして、サンプルが届いたということで。あ、はい、なんで、おそらく来年の初頭に発売されるトラビス・スコットとエア・ジョーダン・マローのコラボの2色のうちの1色は、どうこれなみたいですね。これめちゃめちゃ欲しいですけどね。いや、これかっこいいですけどね。ブルーボックスの部分が、まあ、モカのカラーで、それ以外はセイルのカラーなんですけど、そうですね。はい。で、反転してるスウッシュのカラーも、まあ、ホワイトというかセイルになってまして、そうですね。はい。まあ、最初にトラビス・スコットのね、娘さんが履いてた、まあ、モデルがそのままね、来年の2足のうちの1足になるということで、情報が出てきましたね。はい。で、あるリーカーカードサイトが言ってたんですけど、はい。いろいろ出てきてる、モック画像あるじゃないですか、これ以外にもいろいろ出てきてるんですけど、はい、そういうのは全部今のところ間違ってるって言ってましたね。2色目のカラーはまだ確認できてないんで、どれになるかわからないって言ってたんですよ、ね。あ、そういうことだ、ね。はい。なんで確実に今のところ、まあサンプルでもね、持ってる方は結構バンバン上げてるんで、これがおそらく発売されると思うんですけど、これ以外のもう1色っていうのはまだ確認ができてない。リーカーカードサイトが言ってましたけどね。はい。まだこの辺情報が分かれば。はい、はい。続きまして、ピースマイナスワンと、ナイキクオンドですか。あ、そうですね。はい。以前ですね、ウィングチップとスニーカーを足したような、はい、G ドラゴンさんのナイキのコラボの新しいスニーカーでホワイトものを紹介させてもらったんですけど、はい、まあ、ダストボックスがちょっと上についているような、はい、スニーカーで、で、これ以外に別色ができてまして、はい、2足こんな柄ができるんですけど、これ世界で111足しかないらしくて、フレンズ&ハビーらしいんですよ、ね、これ。で、ホワイトのモデルはおそらく発売されると思うんですけど、このスウッシュの部分がピンクになってるモデルっていうのは、どうもフレンズ&ハビーで111足しかないらしいんですけど。はい、で、このね、ホワイトの最初に、G ドラゴンさんが挙げてました、このクオンドなんですけど、以前トムザックスとコールハーンとナイキのコラボでこんなクズがあったんですよ。ちょっとこれだと思い出したなっていう感じなんですけど、これ藤井洋さんが持ってるんですけど、確か。あ、はい。あと、ファッション情報が。あ、そうですね。はい。インスタグラムで紹介してるんですけど、はい、このデッドストックの1997年に1年間だけ作られたジャケットがあるんですけど、アメリカ軍のジャケットで、BDU ジャケットで、BDU っていうのはバトルドレスユニフォームの略で、まあ、いわゆるその、まあ、特殊部隊とかの方が着たりするようなジャケットなんですけど、これなんで買ったのかと言います。デッドストックで、これ97年のものなんですけど、いまだに値段上がってなくて、あ、そうなんですか。これね、6800円買ったんですよ、これ。はい。で、これ一応、まあ、リップストップ素材でナイロンとコットンの作りになってまして、まあ、リップストップ素材なんで、強度が強いのと、酒とかに強いんで、穴が開いてもこれ以上広がらないんですよ。うん、はい。で、これなんで買ったかと言いますと、エンジニアガーメンで、ね、うん、これ似たタイプのジャケットがあるんですけど、うん、それ4万円ぐらいするんですよ。はい、はい。はい。で、これ6800円でデッドストックで、一応まあ、まあ、新古品と言いますか。はい。なんで、こっちの方がちょっといいなと思って、で、まあ、試しに買ってみたんですけど、なかなかね、これなんか、使いやすいと言いますか。まあ、いろんなブランドがね、こういった形の、まあ、いろんなブランドが、何ですかね、サンプリングソースにしてるジャケットの、まあ、元ネタといいますか、ご紹介させてもらったんですけど、はあ、明日ね、いよいよオフホワイトのコラボということで、はい、楽しみなんですけども、エアージョーダン2ロードのね、コラボということで、明日、まあ、朝からスニーカーの方でね、そうですね、ということなんですけども、はあ、今日、スニーパスとか来なかったですね。来なかったですね。来なかったです。見てたんですけど、はあ、はい。うん、まあ、明日ね、まあ、オンラインで、僕らもチャレンジするので、結果とか気になる方は、はい、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは本日は以上となります。ヒアレスでした。カイノミでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had. At Parker's, can't listen but finish what I started. Paint a picture like an artist, you're looking like the victim. But really, I am the target, and I ain't asking for anyone's energy. I swear medically I'm needing a remedy or therapy to stop myself feeling so heavily.